はい、こんにちは。もちぬるまゆろです。はい、今日はこちらですね。うん、スピンファイターです。はい、こちらですね、先日台湾に行ってきた時に、うん、現地のトイザラスで購入してきたベイっぽい商品だね。ベイっぽい、ベイブレードっぽい商品だね、うん、はい、何やらここにキャラクターが描かれてますね。これね、うん、アニメもやってるみたいなんでね。あ、うん、で裏側英語表記になってるんだけど、うん、ここね、ものすごいパーツ分かれるみたいね。うん、うん、でこの赤い方はここに主力攻撃型って書いてあるんで、多分アタックタイプだと思いますね。でこちらが青い方ですね、うん、多分ライバルなんじゃないかな。あ、で青い方はここに持久作戦型って書いてあるんで、多分スタミナタイプだね、うん、今回はこのスピンファイターで遊んでいきたいんですが、その前に黄金の5秒間、うん、今回もやっていきたいなと思いますね、うん、ぜひこの間にチャンネル登録とあとできれば高評価もお願いしますね、うん、じゃあいくよ、せーの、はい、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。うわ、努力してくれたかな、くれたかな。じゃあ早速開けていきましょう、うん、もう完成状態で入ってる。本当だ、ステッカーとかないみたいだね。はい、ということでこちらがスピンファイターの赤い方ですね、うん、ちょっとわかんないんだよね、多分この下流王って書いてあるから、うん、飛型ってことだね。そうだね、うん、でこの駒自体はこのような感じになってて、もう出来上がってたので、ね、まあ、いじくらないようにしましょう、うん、でそこに一応 QR コードがあってアプリと連携できるみたいなんだけど、ね、でここにスイッチがあってこれオンにするでしょ、うん、でこの状態では何もなんなくて回しても何もなんないんだけど、ここにねスイッチがあるの。スイッチ、これを押すと光るんだね。あ、光った光った要はこれはバトルしてる時に当たると光るってことでしょ。あ、ね、で面白いのがこのトップって言われる軸先なんだけど、これデフォルトでついてきたのが攻撃型ね。この軸先2つ余分についてきましたね、うん、これまたタイプが違うみたい ね。でこれがランチャーですね。すごい面白い形、ハサミみたいになってるんだけど、ここにこのスピンファイターをセットするでしょ、うん、でこのワインダーをシュッ、これでシュートなんだね。でシュートした後にこのハサミを離すんだ、うん、そうすると回転したまま下に落ちると、うん、こういうシュートの仕方みたいです、はい、はい、続いてこちらが青いスピンファイターですね、うん、基本的に赤いのと一緒でこちらにはですね軸先が3つついてきてましたね、うん、で同じように青いランチャーもついてきてましたね、うん、でこのスピンファイターなんですけど、うん、スタジアムがあるんだけどね、うん、スタジアムがブレイクゴーガンのやつにそっくりだったの、うん、なんで買ってきませんでした、はい、ブレイクゴーガンのスタジアムで今回はシュートしたいなと思います、うん、でその後にベイブレードバーストと対決しよう、うん、じゃあ早速対決していきましょう、うん、はい、じゃあ一回試し打ちしてみましょう。ジョイシン君見てやってみて、うん、まず挟んでワインダーを引く、うん、ああこんな感じだね。オッケーオッケー、はい、オッケーオッケー、よしやってみよう、はい、じゃあスイッチオンにしようね、うん、スイッチオン、スイッチオン、そして挟む、掛け声どうしようか、うん、3、2、1、スピンファイトでしょうか、うん、3、2、1、スピンファイト。おお、かっこいい、かっこいいね。あっと、あれ両サイドに行ってしまったよ。両サイドに行っちゃった。やばいやばいやばい。あっと、じゃあこれはあれかな。わお。どっちかオーバーじゃない、スピンフィニッシュ対決かな。あ、最後こっち寄ってきた。最後パパのがまた寄ってきた。3、2、1、スピンファイト。うわー、これはちょっとつまんないな。うん、スタミナ勝負になっちゃうね、いつも。パパ地球だもんね、地球タイプだ。地球さ、地球作戦型だから。おお、まだ回ってる。ね、わかった、うん、ブレイクゴーガンのスタジアムってこれちょっと上がね、若干盛り上がっててこう斜めになってるの。こうなっちゃう。だからみんなね、外側に行く傾向があるんだね。うん、ということでベイのスタジアムでやろうか。はい、はい、ということでベイスタジアム持ってきました、うん、これで一回やってみよう、うん、3、2、1スピンファイター。
これはどうなのこれ。3、2、1、いけ。あー、またオーバーだ。はい、じゃあここからはベイブレードバーストと対決していきましょう。うん、エイシン君はアーチャーヘルプセブンバップエターナルでいきます。はい、了解です。3、2、1、スピンシュート。おーおーおー、あ、全然高さが違う。高さが、しかもバーストがないからね、パパの方は一応光ってたよ。うん、さあ、スタミナで。そうだよね、全然高さが違うから、うん、キンキンも言わないけど、うん、わぁ、これ全然高さ違うね。あ、でも根元を攻撃されて、おぉ、3、2、1、スピンファイト。よし、スタミナ暴れるな。いや高い高い手が高いよね。でもなかなかね、この駒自体が重いから、うん、回り続けるんだよ、これ。あ、ヒント来た。います。7、お、あ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 、負けちゃった。3、2、1、ファイト。いい音、いい音。いけ、アッタヘラクレス。また2人目が来よう。わ、あら、また回転が。お、お、いける、よいしょ。僕は GKX スカリバーゼロバンプアルチメットリブートでいきます。おい、変えるのね。うん、じゃあパパは深海水流陣にします。はい、3、2、1、ファイト。あーっと、あぶれあぶれあぶれる、おかしいぞ。スタミナタイプのはずなの。おー、よし、アルチメットリブート。なるほど。おー、バーストー。うっそー。3、2、1、ファイト。おー、アーチメット斜めに、斜めにしてるから結構すごいよこれ、メタル攻撃。逃げる。イエーイ。3、2、1、ファイト。おー、すっげえ。うわー、おー、しまーす。はい、ということで今回はスピンファイター。スピンファイター。はい、ということで、おー、おー、今日の動画が、もう絶対。はい、ということで今日の動画が面白かった、おー、良かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。今回のおすすめ動画、質問と本出てますのでぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで面白かったね。うん、うん、今度はメタルファイトと対決したいな。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。